就活生、ケイちゃんと学ぶ、日経新聞。17日の夜、愛媛県及び高知県で最大震度6弱を記録する地震が発生した。震源地は豊後水道で、深さ約39キロ、マグニチュードは 6.6 と推定されている。気象庁によれば、この地震による津波の発生は予想されていないが、同様の規模の地震には、今後1週間注意が必要であるとされている。なお、地震と南海トラフ巨大地震との直接的な関連は見られないという。高知県宿毛市では、断水や街灯の倒壊、ブロックの崩壊などの被害が報告されており、愛媛県宇和島市では、水道管の破裂と水漏れが確認されている。また、伊方原子力発電所には、異常がないことが確認されている。政府は震度6弱を観測した直後に危機管理センターに対策室を設置し、岸田文雄首相は被害状況の把握、被災者の救命救助、避難や被害情報の提供に全力を尽くすよう指示している。また余震に対する注意も促している。この地震による長周期地震動も観測され、高知県西部では物につかまらないと歩くことが難しい程度の揺れがあったと報告されている。地震の影響は広範囲に及び各地で異なる震度が観測されている。東芝が国内従業員を約5000人削減することが明らかとなった。これは国内従業員の約1割に当たり、株式非公開化後初のリストラとなる。非上場化は投資ファンド日本産業パートナーズ JIP の買収により2023年12月末に実施された。東芝はインフラ制御とデジタル技術を軸に成長の基盤を築くため、投資ファンド参加で再建に着手する。今回の人員削減は東芝の本社間接部門を中心に行われ、希望退職を募集し、退職金の特別加算金や再就職支援などを提供する予定である。 JIP は買収資金の一部を銀行からの借り入れで賄い、東芝はこれを返済しながら早期の業績改善を図る必要がある。特にインフラ関連事業やハードディスクドライブ HDD の不振が影響し、2023年4月から12月の期間に119億円の赤字となっている。中長期的な成長戦略として、東芝の島田太郎社長はデータを利用した新たな事業価値の創造を目指しており、電力や鉄道などのインフラから得られるデータを組み合わせた人流解析システムの構築を計画している。元日本代表主将であり、ドイツのアイントラハとフランクフルトに所属する長谷部誠40が今期限りでの現役引退を発表した。長谷部はフランクフルトでの記者会見にて、難しい決断だったが今が正しいタイミングだと思うと語った。引退後も彼はアイントラハとフランクフルトに留まり、指導者としてのキャリアを歩む予定である。長谷部は静岡県出身で、2002年に J1 浦和レッズへと加入した。その後2008年にドイツへ渡り、ウォルフスブルクで一部リーグ優勝に貢献。ニュルンベルクを経て2014年からはアイントラハとフランクフルトでプレーし、同リーグでアジア選手としては最多記録となる通算383試合に出場している。日本代表としては114試合に出場し2得点を記録。特に代表主将として81試合に出場し、2010年の南アフリカ大会から3回連続でワールドカップに出場した。2018年のロシア大会を最後に代表から引退している。長谷部の引退は彼の長いキャリアにとって重要な節目であり、彼の次なる賞が注目されている。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録待ってます。今日も元気にいってらっしゃい。